ダビとかね。じゃあ、キダビ先生、お願いします。はい。講習会が、レン君。はい、ここで、ちゃんと教え、はい、習って、レン君。はい。ランの。まず、はい、もう、何でもいいんで、まず線、これ。線の並び、色の並びっていうのが、覚えとかないとダメなんですよ。なるほど。その中の線ですか？そうそうそう。なんか、ちょっとは見たっちゃろ、レンも、ネットで。見たことあります。で、ちょっとその、これもちゃんと親切にここに色の並び書いてくれてるんで、はい。この並びになってるかどうかっていうのをまずこれいろんなテーブルあるのランテーブルで、そうです。なるほど。これまさきからもらったやつで、うん、キダピーが今、うん、講習してくれてます。はい。で、これストリッパーってあるのかな。あ、ランケーブル用のストリッパーですか。 なければもう普通にハサミでも何でもいいので、うん、まあ一回これ剥いてみて。何でも。あ、終わりました。もうこんな、何でも。これは多分違うか。あ、ペンやと、うん。別にもいつも、あの、はい、ペンチで剥いてるような感じでやってます。カッターでペンチでもいい。いや、ペンチでもハサミでも。あ、わかりました。ニッパー。ピラピラピラってなるように剥けばいいってことですよね。うん。剥きしろってどんぐらい。いや、何でもいい。何でもいいですよ。もう今はその、まずその中身をちょっと。確認って。確認作業から入るらしい。もういいよ、パーって何でも、剥きやすいように剥いてもらったら。剥きにくいか。あ、剥きました。見てた。はい。ここに重ねて。ピラピーの道具。まあ、今いろんなもちょっと、ゴミいっぱい入ってるけど。うちもゴミばっかなんで。全然、ピラピーの、うん。それ本当にリアルで現場で持ってってる道具たちですか？あの、タクナにちょろっと行くときに。に持っていく。そうそう。あ、で、そう、いろんなもの、うん、抜けた。はい、抜けました。はい、これ色全部ほどいてみて一回。チリチリなったやつ。うん、覚えました。うん。色の確認ね、これ。うん、で、これをもうちょっとネットとかにこういうなんかカラーで描いてるような。はい。うん。写真があったので、またそういうのも作ってあげればいいと思います。わかりました。はい。8本らしいよね。8本あるんですよ。うん、8本ある、うん、だからその色なんて書いてる、いや、なんて書いてるとか、なんてこの、茶色っていう、茶色と茶色白っていうのがある。はい、これね。はい、あります、うん、で、次、緑白、緑白あるあります。で、青白と青白、はい、で大白、はい、あります、はい。で、これちょっとカテログなんで、ちょっと、まあ、はい、カテゴリー6、これ何が違うんですか、6とか5って、ね、何の違いなんですか。線が違う。線が違うだけで別にネット回線が速いとか、ね、容量が違うんです。そうそうそう、だからあの電気の線と同じで2ミリとか。そうそうそう。で、まあ、もちろん流せる周波数もちょっと違うんですけど、はい、こっちはとりあえず1ギガまでは流れますよっていう、あの、ケーブルになってます、はい。で、こっちは10ギガ。10ギガ、はい、あ、10倍、うん。で、これがカテゴリー、カテ6、これカテ6ちゃうかな、書いてカテ6って書いてくれてます、ね。同じカテ6でも容量違うんですよ。いや、これは、うん、これ太さが違う。あ、なるほど、うん、もう見た目から全然違うっていうか。あ、キダピはハサミなの。もうハサミでもいいし。うお。で、これその線はみんな一緒なんやけど、はい、中にこれ介在物って入ってますよ。はい、介在物ってわかる？わかんないです。いや、わかんない。これ、ほんだらもうこうなってて何が違う？ほんだら仕切りが入ってる。はい、うん、で、この仕切りが入ることによってこの通信するのに周りからそのノイズ拾ったりとか何て言うんですか、そのあのノイズを受けにくいような構造になってる。なるほど、うんうん、それがあれだけですか。そう、これがカテ6と、カテ 6E とかカテ7とかもあるんだけど、はい、まあまだそこまでは多分一般家庭ではやる必要性はないかなと。うーん、であとパソコンもそうやんか、今10ギガまでマックス違う。そうですね、10ギガとかでしょ。マザーボードもそうやし、はい、レンゴ多分そんないっぱいしてると思う、はい、うん、グラフィックボードとかそんなめっちゃマニアックな使ってると思うから、はい、まあそれもまあまあいいとして、はい、はい、うん、でそのこの仕切りが入ってるか入ってないかの違いになってます、6か5かは。
あ、それだけなんですね。で、もうちょっとこれのいいやつやったらここにまたアルミが入ってるとか、でこの皿にまたこの一本一本にまたアルミがかかってるとか、それがカテ 6E とかカテ7とかいうケーブルになってくるんですけど、質がいい線になってくるんですね。そうです、うん、その後またこれ太くなってくるんで、あ、もう一回読んだらちょっとこれあのちょっとこれ短いんで、はい、あ、もうちょっと長くしよう。わかりました。で、でまあこのストリッパーと自分はこれ持ってんねんけど、はい、あ、これやつ、あ、抜くやつですね。これ多分これと一緒なんかなって。これ、あ、これか、うんうん、入ってるレンか、これ、これ使ったの使わす、うん、で、それ多分ひょっとしたら調整してあげないとあの根こそぎ切れちゃう可能性があるんで。あ、さっきのピリピリ線も、そう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 、あ、使ってみたらレンかもそれ、うん、で、まあ、まさきありがとう、感謝や。で、これも一緒で、はい、ここに傷入ったらあかん。ああ、そうなんです、さっきちょっと入ってたかもしれない、うん、あの、うん、まあもうこれ全然練習やからそんな全然基本は入った、入ってははい、ダメなんで、ダメなんで、ね、VA でもしてね、はい、うんうん、で、まあこれあの外皮剥きました。で、まずこれほどきます。はい、まっすぐします。めっちゃいいサムネ。これもこうやってほどきます。まあ、ほどき方とかは別にあのみんなそれぞれあるんやけど、はい、うん、もうそれはやりやすい方法でいいと思います。はい、うん、でこれまっすぐしておかないと後が苦労しますので、はい、あ、あ、これ見て一緒にやって、一緒にやってもいいでしょう。まずそれの使い方がわからんね。わからないもうそれはわからないでしょ。くるくる回すだけって、回すだけやねんけど、どう回せんって説明しようねってことねんけどね。一回それほどきましょうか。はい、うん、でその辺はもうあと早くほどく方法とかはもう自分なりで、あ、うん、あの技生み出してもらったらいいんちゃうかな。珍しい、うん、それはもう、うん、さっきそのやり方法、そうそう、こう、こうなんかもうこの辺にやってバッてやるとか、うん、それはもう人それぞれ、はい、こだわりあると思うのでね、個人で、うん、これヨネヨネはダメ、まっすぐして、あ、わかりました。片、うん、焼きそばみたいな、そう、こうまっすぐこう、あ、もうすごいピラピ、もう、こう、この元からこう入れたらもうめんどくさかったらもうこう一分こうやるとか、おっていう方法、うん、あ、なるほど、うん、これねじってな、うん、はい、でもまだこうですで、はい、この線も中が銅が入ってるんですか。銅です。あ、うん、で、うん、それはもう一緒です。0.65mm やったかな。あ、うん、0.5か、0.5か、うん、0.5か、あの警報線と一緒ですね。あ、うん、もう、うんうん、いいじゃん、いいじゃん、うん、いいじゃん、レン君、うん、これをちょっと順番に並べていかないといけない。はい、うん、で、これ1から8までって書いてんねんけど、はい、1番を左側にしてほしいです。なるほど。まあ、うん、1が、まあ、さっきやろうか、ほんだら、だから1番がこれ、橙の白、橙の白ってどれ、これですか、ね、はい、これです、うん、これ、え、うん、じゃあこれをまず左側、左側、うん、で、その次に、オレンジ、これですね、そうですね、はい、うん、その次に、俺も覚えてるから白緑、はい、白緑、うん、はい、で、次、青、いや、出ちゃう、これ、青、これが、あ、そう、はい、うん、で、その次は青、白、はい、うん、で、その次、緑、はい、で、で、白茶、なる、そういうんですね、ちょっと白に色が全部ついてますもんね、そう、で、最後、茶色ね、はい、うん、で、うん、で、それを、こう、綺麗に並べてほしいんですよ。